今日のゲームでした。さあそれではですね、今日のゲームハイライトで振り返っていきましょう。今日はファイターズ先発は有原、先発転向してから今日が4試合目ということになりました。その有原ですが、まずは立ち上がり平沢を三振に切ると、中村もショートライナーに打ち取るなど見事三者凡退スタートを切ります。ワンツースリースタート。そしてファイターズは1回の表、西川そして松本剛の連続ヒットで近藤が倒れた後、ワンアウト1塁2塁から中田翔が先制のタイムリーヒットを放つと、その後満塁となってからはアルシアが3点タイムリーツーベースヒット、4試合ぶりのヒットは見事、3点タイムリーということになりました。これで4対0と一気にリードを広げて、なおも満塁のチャンスで中島、松本、そして第1打席はセンターフライに倒れた近藤が、同じ回にタイムリーヒット、さらには中田翔にも、タイムリーヒットで1回だけで10得点を奪うという歴史的な猛攻を見せたというファイターズで、まあ、これで楽になった、まあ、ファイターズではありました。でその後、2回の表、移籍後初のファイターズ戦となった元ファイターズの岡が、打席に立ちます。ツーアウトランナー一塁という場面でしたが、ショートゴロに倒れて、結局今日は岡は、結局ヒットは生まれず、移籍後初ヒットは見られませんでした。3回の裏、ファイターズはノーアウト満塁で再び中田翔、見事2点タイムリーヒット、さらに2人目のピッチャー西野の送球エラーも重なりまして、さらに1点も追加、この回一挙3点も追加しまして13対0とさらにリードが広がります。でその後有原が6回まで無失点ピッチングで、7回の表もワンアウトランナーなしから井上に、まあ、唯一この日マルチヒットを許して出塁を許します。そしてその後代打、2000本安打まで残り13本の福浦が出てきますが、ここはしっかりと有原がセンターフライに打ち取ります。さらに2アウト1塁2塁でチャンスの場面で岡が第3打席という中でしたが、有原もギアが上がります。最後は変化球で空振り三振に取って、結局有原、8回もこの後マウンドに出てきて、そして三木にこの日初めてのフォアボールを先頭バッターで与えてしまいます。しかしその後は落ち着いていました。途中出場の江村をピッチャー併殺に打ち取って、まあしっかりとセカンドを踏ませないピッチング、その後平沢からは三振を奪って、結局有原は8回でマウンドを降りました。8回111球でマウンドを降りた有原で、8回の裏ワンアウトからレアード、地方球場大好きと今日はね試合前も語っていたレアードがやはり好調でした。ワンアウトからセンターバックスクリーンに放り込む第21号ソロホームランで追加点、14対1でファイターズが2連戦のゲーム1を取っています。近藤さん、はい、どうぞ。マリーンズ井口監督降板後のコメントです、うん、先発